大変満足をしております。僕自身もそうですし、やはりチームのメンバーもですね、かなり満足をしているかなと思っています。矢崎博次と申します。マーケティング本部、マーケティング部の部長職を務めております。ニューロビズは2013年から提供開始しております法人向け ICT ソリューションサービスになっています。一つタスク管理ツールを入れていたとしても、こう使うメンバーと使わないメンバーですねっていうのがこう存在していて、結局あっちこっちにタスクであったりとか、その今やってる業務内容っていうのがチリチリになってしまって、こう管理がなかなかしづらいっていうのと、あと横のメンバー間でもその情報の共有が難しいというですね、課題が抱えていました。マンデー .com を使い始めると、自分たちで登録をしますし、かつ自分たちでこうボードをカスタマイズして、どうやったらより、自分たちが効率よく、かつこう抜け漏れなくですね、業務っていうのを行えるかっていうのを自発的に考えてボードが構築されていくので、そのあたりからしてもやはり、マンデーを入れてよかったなというふうに思っています。使う決め手となったのは2つありまして、1つは誰でも分かりやすい UI ですね。直感的に誰でも操作ができるところで、2つ目はカラムですね。タスクを登録する際に登録しなければいけない各項目っていうのをユーザーが自分自身でプロジェクトごとに決めて必要な項目を設定することができるという、この2つになっています。社員へのオンボーディングのところですね、これも自分自身が30分程度もう本当に実際に画面を共有しながら、ボードを作るのはここのボタンを押せばいいです、タスクを追加するにはボタンを押せばいいです、でカラムはこうやって足していくんだよっていうのをもう本当に30分程度説明するだけで、あとはもうメンバー自分たちで思い思いにその自分たちのタスク管理に合った形っていうのはどうなんだろうっていうのをもう実装して作れるというような形になっていたので、かなり簡単簡単にですね、導入っていうのを進めることができました。タスクの管理だけではなくて、ある意味こうデータベースみたいな使い方もできるかなっていうふうに思っているので、後からジョインしたメンバーであっても今まで何をしてきてどういう結果に基づいて今こうなってるのかっていうのがこうすぐに分かるみたいな、そういった情報共有の場みたいな形に活用できればいいなというふうに思っています。